皆さんこんにちは。声優の上田玲奈です。同じく声優の小沢亜里です。アニメーション映画ゴジラ決戦機動増殖都市アニゴジの第2章が間もなく公開。アニゴジは全3部作なんですが、今回は第1章ゴジラ怪獣惑星を見た人にも見ていない人にも第2章を楽しんでいただけるようにアニゴジの世界をおさらいしていきたいと思います。はい、第1章のネタバレたくさんありますからご注意ください。はい。物語は20世紀末の地球、急激な環境変化を原因とする生物淘汰現象により突然変異が発生。謎の巨大生物怪獣が世界各地で次々に出現。人間たちは突如出現した怪獣に大混乱。それでも怪獣に立ち向かい、なんとか戦いの日々を繰り返してきました。そして時は2030年。画面の前の皆様、お待たせいたしましたと言ってしまうと少し語弊があるかもしれませんが、ついに究極進化した巨大生物ゴジラが出現。それは人間も怪獣も関係なく全てを焼き尽くす破壊の王。核兵器を何発浴びせても効かないんだから、こんなの人間が勝てるわけない。そんな中、宇宙から異星人エクシフがやってきます。エクシフは予言と宗教で人類の方向性を指図してくるんですが、インチキ臭いとか言ってる場合じゃありませんよ。見た目も人間っぽいし、とにかくゴジラにやられるよりはマシということで、地球人はエクシフを救世主と崇め、彼らの予言と宗教を受け入れていきます。さらに母星をブラックホールに飲み込まれた異星人ビルサルドも地球にやってきて、地球に移住させてくれたらゴジラを駆逐することを約束するよ。頼むよ、ゴジラ駆逐しちゃってよ。そこで作ったのが対ゴジラ決戦兵器メカゴジラ。これでゴジラに勝てる。あー、ゴジラ来た、今だ。メカゴジラが動きません。だよそれ。結局メカゴジラはゴジラに壊され、万事休す。あー、もうダメだ、宇宙船で地球を脱出だ。この時本作の主人公ハルオもゴジラに両親を奪われました。いつか再び緑の大地と巡り合う日を夢見ての船で、しかし宇宙船の中は滅んだ地球に勝る地獄。飢えと渇きと寒さに苛まれる終わりなき日々。ある者は病に倒れ、またある者は精神を蝕まる。20年かけてやっと移住できそうな星タウイーに到着。しかしそこはガスだらけで人が住めるような星ではありませんでした。こんなところでもいいから最後は第一で死にたい。おじいちゃん、俺たちは何のために生きているんだ。ゴジラを倒して地球を取り戻すしかない。ハルオ、ハルオは20年間考え続けていたゴジラ討伐用の秘密の戦術データを公開。そのハルオを陰で支えていたのはエクシフの大司教メトフィエス。この髪型すごいよね。そうだね、でもちょっとなんていうか懐かしい感じも、ね、懐かしい、そうだね、親近感。うん、まあ、我々とはまあ遠い世代の人だけどね。まあ、なんかちょっとオマージュというかこう日本をこう愛してくれてる感じがあるよね。リスペクト、ありがとう。片道分の食料しか用意していなかった宇宙船は長距離ワープを使って地球への帰還を決断。到着した地球はワープによる時空の歪みで、なんと地球脱出から2万年が経過していました。2万年も経っていればもしかしたらゴジラも死んでいるかもと淡い期待もつかの間。到着して間もなく羽の生えた怪獣の群れが襲いかかってきて、ハルオラの部隊は大被害。まさかまさかだよ。やっぱ人生そんな甘いもんじゃないね。そうだよ、大変この対策はしてたのかな。この時の指揮官リーランドは絶対目が覚めた、地球を諦め月面に基地を作るべきだ。正しいけども、ハルオはねこの臆病者ってなるよね。もうゴジラ大好きってか、ゴジラに会いたい、ゴジラ倒したいからね。そうだね、もう憎きも愛ということでね。そうだよ、月に行ってる場合じゃないぞって。そうなんですよ、物語も進まなくなっちゃうからね。進まないからまだ第一章だから。舞台はゴジラの出没予測エリアを通る危険な撤退作戦を開始することになる。ゴジラの弱点がどこにあるのかを突き止めたいハルオ、絶対にゴジラに会いたくない指揮官リーランド。二人の思いが交錯する中、でもやっぱり出てきちゃう
ゴジラ。やっぱり月面行けばよかったじゃん。ハルオは一人でゴジラに突撃。ハルオは攻撃を仕掛けながらあるものを探していた。それはゴジラが持つ最強のバリア、非対称性シールドの発生源。山火事注意だよ。ダメだよ、ゴジラ燃やしたら燃えてるからね。燃えちゃダメだよ。その時、命と引き換えに決死の攻撃を仕掛けたリーランドのおかげでゴジラのバリアの発生源が背びれであることが判明。ありがとうリーランド。ちーん、月に埋めるね。月に埋められないかな。地球に埋めてあげて。地球に埋めてあげて。そしてリーランドから指揮官を引き継いだメドフィエスはハルオを総大将に任命。異例の大出世。よかったねハルオ。いい、カル。ありがとうございます。頑張りまーす。部活じゃないんだよ。社風かな、社風かな。ハルオはゴジラとの戦い続行を決断。とにかく舞台は一致団結。よかった。この後のゴジラとの戦いが大迫力で本当にかっこいいです。うん。ホバーバイク部隊を率いるゴリマッチョ星人の兄貴分ベルベ、ハルオを尊敬するイケメンホバー操縦士アダム、一線級のパワードスーツの腕前を持つハルオの幼馴染ユーコ、いつもテンション高めな環境生物学者マーティン、ゴリマッチョ星人のリーダー技術士官ガルグ、何かとハルオビーキのエクシフの大司教メトフィエス、人間、エクシフ、ビルサルドの3種族が協力してゴジラを倒すために決行した作戦は、渓谷に大規模な崖崩れを起こしてゴジラを足止めさせ背びれを集中攻撃すること。多くの犠牲を払いながらもハルオとユウコが最後にロボットに乗って大きな森を打ち込み、ゴジラ内側から爆破させることに成功。ついにゴジラを倒した。イエーイ。と安堵したのもつかの間、巨大な山の中から姿を現したのはさっきのゴジラの6倍の巨大ゴジラ。これは確かに無理。ハローも撤退を指示。指示。しかし辺りは一瞬にして焼き尽くされるのだった。ジ・エンド。こちらをご覧ください。歴代のゴジラと比較しても圧倒的な大きさ。なんと2万年もの間、ただただ成長、巨大化を続けて体高300メートル、質量10万トンにまで育ってしまったんですね。最近だとあのシンゴジラ、シンゴジラね、シンゴジラよりも全然大きいですね。シンゴジラ3個分じゃない？すごいね。ちょっともう本当すごい、もう山ですよ彼は。彼は山です。そうだね、大地、山のごとく、山のごとく。めっちゃ大きいし腹筋もしっかりあるし、そう、瞳孔もしっかり開いてるし、ね、健康的なゴジラ、健康的な。嬉しいよ、嬉しいよね、うん、こんなに使が変わるわけですけれども、はい、このゴジラこそ2万年前に人類を地球から追い出したゴジラ、ゴジラアース。うん、アニゴジ第1章はここでおしまい。まさに絶望が進化して再び現れました。最後に第1章のエンドロール後にもご注目。洞窟内で目を覚ましたハルオが見たのは謎の少女。この少女こそ私、小沢亜里演じるミアナです。そして私、上田玲奈演じるマイナはミアナの双子のお姉さん。この二人は一体何者なのか、うん、続きは第2章でお楽しみください。アニゴジ第2章、ゴジラ決戦機動増殖都市、5月18日金曜日、全国公開スタート。